あのさ、チューしよっか。お前、このタイミングでなんてことを。だって、いろいろ言いたいこととかあったんだけど、あんたの顔見てたら全部吹っ飛んじゃって。察してよ、嬉しすぎて死にそうなんだから。あのさ、何？今日から一緒に寝てもいい？落ち着け。大丈夫？大丈夫じゃない。すごい真顔。あのな、いきなりな、言うんじゃない。頼むから、心臓止まるかと思ったわ。別に、ただ一緒に寝ようって言ってるだけじゃん。そのだけが俺にとっては超大事なんだが。お前は違うの？え？あんたまた変なこと考えたでしょ。キモ、どんだけケラモノなわけ。今の俺悪くねえだろ。お前の方が無神経なんだよ。あんなゲームやってるくせに無防備なやつだ。何ムスッとしてんだよ。お前が悪いんだろ。私は悪くない。無防備でいいの。なんで？あんたにだけだから。これはお前のやってるようなゲームじゃなくてよかったな。あのな、キリノ、俺はお前を幸せにするって約束したんだ。親父やおふくろ、早瀬、そして何より俺自身と。うんだから、お前の好きなゲームみたいな展開はしばらくなし。わかんない。せっかく胸を張って付き合えるようになったのに、何そのヘタレ発言。なんとでも言え。そういうませたセリフはせめて今の学校を卒業してから言うんだな。子供扱いしないでよ。子供だろ実際。一緒に寝るのは無理だけど、このくらいならいいぞ。小学生かっつうの。かもな。恋愛に関してはそんなもんだよ。だって十分ドキドキしてるもん。あとだな、その、このくらいならいいか。あんたね、人にあんなこと言っといて、不意打ちとか狙ってたでしょ。狙ってねえって。まあ、その、なんだ、
俺たちの関係、少しの間に随分変わっちまったけど、これからもよろしくな、キリノ。